あらさん、こんにちは。ゆずひこです。それでは今回なんですけども、マイナンバーが25%のポイント還元、マイナポイントについて簡単に解説ということで、今回はちょっと前のニュースで話題になりました、マイナンバーに関するポイント還元制度についてお伝えしていこうと思います。 ということで、そもそもマイナンバーとは何ぞやということなんですけども、まあご存知の方も多いと思うんですが、まあ別の言い方をすると個人番号カードとも言われています。公平公正な社会の実現、国民の利便性の向上、行政の効率化、まあこれらを目指して、社会保障、税、災害対策分野に利用範囲を限定して導入された仕組みのことを言っています。 ちなみにマイナンバーには2種類ありまして、まあ左側の紙タイプの通知カード、そして右側のプラスチックタイプのマイナンバーカードですね。このマイナンバーカードのメリットとしては身分証明書になったりとか、コンビニで住民票の写しとか、あとは印鑑登録証明書を取得できたりもします。それを踏まえて早速今回のお題でもあるマイナンバーポイント還元制度のマイナポイントについて、まあ資料参考にしながらお伝えしていこうと思います。 赤い枠の中を見てほしいんですけども、来月から始まる10月からの増税で、低所得者の方や子育て世帯向けのプレミアム商品券、そして僕のチャンネルでもよくお伝えしている、中小小規模事業者の店舗でのキャッシュレス消費者還元の2つが始まるということですね。 まあ、それぞれが2019年の10月からスタートして、プレミアム商品券に関しては2020年の3月まで、そしてキャッシュレス消費者還元事業については2020年の6月までとなっています。まあ、ここまでは経済産業省が出した政策なんですけども、それ以降はキャッシュレス消費者還元などが終わった後に関しては、総務省のマインナンバーのポイント還元制度が実施されるということになります。まあ、これはいつまでということは出てないんですけども、まあ、資料には一定期間というふうに出ていますね。 そして、ここからは実際にマイナポイントの流れについてお伝えするんですが、ちょっと赤い枠を見てほしいんですが、まずこの赤い枠の、まず国がプレミアム分のポイントを付けます。まあ、これは国費ですね。次に国民がマイナンバーを取得して、マイキー ID という ID を申請します。そしたら、ここで2万円に対して25%に当たる5000円分がマイナポイントとして還元されるということになります。 ま、実際に国民がどんな風にそれを使うかというと、マイナンバーカードを管理しているマイナポイントを、例えば今使っているような PayPay ペイペイとか LINEPay などの民間キャッシュレス手段にポイントを移して、それを使って PayPay ペイペイなどの対応しているお店で決済をするということですね。まあ、そのような感じの仕組みになってます。ちなみに今後のマイナンバーカードについてなんですけども、こちらですね、この制度が始まる2020年7月末までに3000万枚から4000万枚を発行して、2023年 3月まででににほとととんどの人がカードを持っていいるる状態にすすうことです、ねまあちょっとこれは何とも言えないですね。一応簡単なマイナポイントの流れとしたらこんな感じですね。まああまり僕の動画ではまあこんな言葉も使うことはあまりないんですが、まあはっきり言って言えるのはややこしいんですよね。 まあ、すでに、銀行などに関してはマイナンバーを紐付けてるので、今更ながらペイペイやラインペイとかの民間のキャッシュレス決済にマイナンバーを紐付けることに全然懸念点はないんですけども、なぜこんな仕組みにしちゃったかなって思います。まあ、還元される分は嬉しいんですが、まあ、ここまですると老若男女問わず、みんな使うのかとか、課題は多くなりそうな印象でした。まあ、もっとマイナンバーカードをうまいこと有効活用してほしいなっていうのもあります。まあ、あまりここに関しては深く首を突っ込むと、ちょっと僕のチャンネルの 方向性が変わるのででここままにしておきますちなみに僕自身はまだペラペラの通知カードだけ持ってるので一応マイナンバーカードの発行自体は現在申請中です。 2020年の7月スタートになるので期間はありますが、まあマイナンバーカードの発行される方は結構早めに申請しておく方がいいかなと思います。そんなこんなで今回はマイナンバーカードのポイント還元制度、マイナポイントについてお伝えしました。まあこれに関してはいろんな意見があると思いますので、ぜひこの動画を見てくれている視聴者さんで、今回のこの制度で思うことがあれば下のコメント欄に書き込んでいってください。今回参照した資料のリンクも下の概要欄に貼っておきますので気になる方はチェックしてみてください。ということで本日の動画は以上です。ご視聴どうもありがとうございました。 ありがとうございました。